Let us be off to Egidia. Mm-hmm. Alright, here we are. You seem everyone is accounted for. Shall we then? それじゃあ、話の続きを聞かせてもらおうかしら。いいだろう。ただし、この対話の目的は、学術的知識の伝達ではない。私たちのそれを、君たちが理解することは不可能だろう。OK。よって、根拠と証明の過程を省略し、結論と、それを受けて私たちの社会がどうなったかのみを話す。君たちの星が集団パニックを、あの哀れなデネブスリーのように起こすことは我々にとっても望むところではない。Okay. 落ち着きを失わせる時間についての発言はこと曖昧にさせてもらうことを許してほしい。あなたたちのしたいように話してくれて構わないから、本題に進んでちょうだい。God damn, I hate that you keep doing that. 原初、私たちの今いる宇宙は小さな点だった。恒星の、それも一つの星の表面に張り付いている種族では、理解が及ばないかもしれないが、Oops, goddammit. I was drinking my water again.新たな星が誕生することもなく、永遠の終わりを迎えるのだ。この結論に間違いがないか、あらゆる方面から検討をした。同時に現実的な回避方法についても星を挙げて研究したよ。それらの研究が、トローの例文として、私たちの辞典に掲載されるようになるまでね。宇宙は終わりを迎えるし、それを回避することは、不可能だったのだ。Well, they tried, at least. 結末が確定した時点で、私たちの発展は頭打ちになった。終わりまではまだしばらくの時間があったが、それが何の慰めになる。考えても見たまえ、主の誕生以来引き継がれ充実させてきた地の保管庫がやがて跡形もなく消されると分かったのだ。しかもその消失を悔やんでくれる者も、復元を試みる執念深い考古学者も Damn. So it's like they have no civilization and no knowledge to pass down to future generations. So that's completely fucked up that they can't pass anything onward to the next generation. いかに見当違いで無意味なことを重ねてきたかを示す、知れ者の象徴となった。最大の発明だった永遠の生も、もはや苦痛でしかない。エーテル焼却装置を使って、己を消し去る者が現れ始めた。ここにある火は、
そうした者たちの時世の言葉を刻んだものだ。それすらも虚しいと、残さなかった者は多いがね。私とて、消え去りたいのは同じだよ。それは、肉体を得て死ぬという手段で、実現しようというだけだ。だから、悪いことは言わない。君たちは今すぐ、指摘探究の一切を放棄すべきだ。何も知らないのが、一番幸福だよ。原始的なままでいること。それが生命の、たった一つの冴えたあり方だったのだ。I guess it's like the primitive and pure way to do things, but no.まさか、その程度の話だったなんてね。悪いけれど、忠告は聞き入れられないわ。God damn, so I'm feeling Nishita is gonna sacrifice herself this time for everyone else to move forward. Come on, man! 他人の出した唯一無二の答えは、私にとっての絶対じゃない。いつだって、真実は見るもの次第だった。私たちの導き出した終わりが、誤っていると。That's what she's trying to say, yes. あら、あなた、最初に自分で言ったでしょ？イーヤ族の学術的知識は理解できないだろう、とね。事実、今の私にはあなたたちの導き出した結末を証明することも否定することもできはしないわ。それどころか、短い一生を費やしたところでイーヤ族の知見には遠く及ばないかもしれないけれどね、知ることをやめる方が幸せだなんて私は思わない。No!私が得てきた答え、知ることの本質、それは羅列された情報を目に映すことではないわ。 But still you stole the...自分で納得すること、それができたと知識は本当の意味で糧になった。感動や喜び、時には悲しみや怒りを伴って私を突き動かしてきたのよ。宇宙が終わる、全てが無駄だとしても、こんな面白いこと手放せない。 Oh hell yes. It's like you have, you just may end and this might be for naught, but I will live as always as I always have been. God damn you, Stola. 私は私の世界を見通し続ける。あなたたちの結論は、好奇心の一つも殺せなくてよ。やはり、更新性の生命体か。ならば、先行く者として、君が理解するまで教え込もう。宇宙の真理が、どれほどの絶望であるのか。And here we go again.あなたたち、落ち着いて聞いてちょうだい。
じき私の体も消える。それを元に戻す方法について心当たりがあるの。Ah, but you stole ハイデリンの力を受けたアゼムの召喚術。魂さえ残っていればそれで私たちを呼び戻せるかもしれない。Well, you still have that, but what about your, like, your physical bodies and shit? Can you still restore that too? でもダメ。それでは道がまた途絶えてしまう。あえてこの話をしているのは、可能性に気づいても使わないと約束してほしかったからよ。私たちは全員の力で勝ちに来た。だからこそ託された時は進みなさい。ただDon't tell me who injured is going to be coming with her. ご一緒させてください。諜報活動でもなし、人が多くて困ることはない。God damn it! So it's like two of the price of one. God damn it, Yuhinger. 私はあなたほど健康な意志を持ちません。迷い、後悔することも少なくない。されど。こんな私でも誰かと共にあり背中を押すことができる。それをこの旅で学んだことを信じたいのです。幸いにしてあまたの預言師を学んだ身、事実を婉曲にし解釈の幅を持たせることにかけても少々自信がございます。私は願う、あなたやサンクレッド、エスティニアンに抗う力を、そして残る者たちに進む力を与えんと。確かに悪くないわ。How could he? ちっとも負ける気がしないもの。Yeah, how could he possibly fail now that I have you here stuck with me? Are gone. Jesus, come on. It's like bad enough you stole his gun, now your injury's gone too. Ara, 閉じたはずの文明に明かりが灯ってしまったのね。No thanks to you, Meteon, but again, I can't really blame her. そうよ。ここはまだ私たちの行き止まりじゃない。今にあなたにも届いてみせるんだから。私たちはあそこにいるわ。Up there. あれも星なのか。私たちはいくつもの星を渡ってきた。多くはすでに滅んでいたし、かろうじて見つけられた生命も何かしらの理由で生きることを呪っていたわ。でもね、たくさん飛んでみてわかったの。死ですら完璧な終わりではないんだって。うん。命は巡るんだもの。星のうちでそれが壊れればもっと大きな輪の中でずっとずっ
ドルテンスル。それじゃあ、苦しい生がまた始まってしまうわ。That's pretty grim. It's like alive again to know suffering anew. Like an ender, never ending cycle of suffering. Jesus, I don't want to imagine that. God damn. 本当の終わり。本当の救いはね。死ぬだけじゃなくて、もう生まれてこないことよ。私たち、どうにかそれを届けたかったの。すべての命に、恋しいアーテリスに。But what if he deny, said Kif? I'm pretty sure she won't take that kindly. だから、巣の核としてあれを作ったのよ。死した太陽、帰らない卵。あなたたちを守る思いが消えるのと、私のところへたどり着くの、どちらが早いかしら。Oh yeah, right. We have the protection everyone. So if that runs out, they're officially kaput. So I need to collect this thing as soon as possible then. And she's gone.At least we know where she finally is now. We're coming, Mitjan. I swear this. And okay, so a couple of things to unlock here. I'm gonna come back and get those. And victory lost.Thank you guys for watching my recording session for Final Fantasy XIV Endwalker's main MXQ. And if you have any comments, put them down below the video as well. And if you like this video, please click the like button. It's very much appreciated. If you are curious on whatever I upload on my YouTube channel, you can give it a look. And if you're curious on getting in touch on what I upload, you can subscribe and don't forget to click the bell icon. And of course, I have projects that are going on my channel, which are right now Final Fantasy XIV Raid, Trial, MSQ Broadcast, Jovica's Minions, Mounts, anything related to Final Fantasy XIV. Secondly, which will be Freight Grand Order, Lost Bill 4, 5, the events, the challenge quests, and anything that are related to Freight Grand Order. And lastly, which will be Persona 5, the Royal. Whenever the existence of actually starting to record that again will be in the near future. This has been RavenSleep45. Take care, stay safe, and have a pleasant Final Fantasy XIV day.